ではあなたのファンディング希望額は、480万円を希望します。あなたが思い描く未来の姿は、女性しか食べることができないちゃんぽんを提供するお店をオープンさせることです。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。虎も志願者もマジで大募集、マジで。詳しくは概要欄から。待ってるよ。ではどうぞ。失礼します。では今宵もタイガーファンディングの面々が鋭く目を光らせる。ではお名前をどうぞ。はい、大阪府から参りました32歳の川田昭則と申します。今日はよろしくお願いいたします。ではまず投資形態をお選びください。融資か投資でお願いいたします。はい、1番の融資か2番の投資ということで進めてまいります。ではあなたのファンディング希望額は、はい、480万円を希望します。あなたが思い描く未来の姿は、はい、女性しか食べることができないちゃんぽんを提供するお店をオープンさせることです。ではオールアナセン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザファンド。では経歴とビジネスプランをお願いいたします。自分自身が、大学を中退後、フランチャイズの学習塾を加盟しまして、今現時点で5期目に入ります。学習塾をしている中で、他の事業をしたいと思い、飲食店の事業をしようと思ったのが3年目に入った時でした。でそこでご縁がありまして、飲食店をオープンさせて、今学習塾と飲食店を運営しております。企画書にも書いてありますけれども、一旦4教室まで広げたものを整理して、はいはい、現在は学習塾は1教室ですか。そうです、1教室と飲食店が1店舗です。はい、この飲食店はフランチャイズではないんですよね。はい、フランチャイズではないです。ご自身の方で開発されて始められたということですか。はい、そうです。はい、じゃあ続けて今回のプランをどうぞ。はい、今回は、今あるお店、運営しているお店が大学の前にあるんですけども、どうしても女性の方が、来ていただいた上で食べにくい状況、様子、あとはお声をいただいたので、次にお店を出すときは女性専用のお店を作りたいと思っておりました。今のお店は利益はどれぐらいあるんですか。はい、年間、飲食店の方だけで結構です。はい、年間で350万円です。350万円。自己資金どれぐらいか教えてもらっても大丈夫ですか。自己資金の方は運営をしているお金自体が100万円前後にはなるんですけども、銀行からの融資をいただいたりの中で、毎月ですね、100万円ほどの運用資金、運転資金ですね、を余分に取っている状況なので、毎月100万円分を1年分ぐらい、はい、自分で用意しているってことですか。そうですかね。1000万ぐらいはあるんですかね。どういうことですか。多分ずっと100万円ぐらいの運転資金はあるという意味ですよね。はい、あ、そうです。はい、ああ、それぐらい利益があるから回せるよっていうことですかね。飲食店、ありがとうございます。その350万円の利益はご自身のお給料とかを取って残った金額ってことですか。はい、そうです。今学習塾の方が塾長という形で、僕の方で雇っておりますので、基本的に今自分がお店に入って人件費がさほどかからない状況になっておりますので、そういう利益が残っているというようなイメージにはなります。で、飲食店の中に入られている分のお給料はもらってるって考えていいですか。はい、なるほど。収支計画って、世界のセレブが酔いしれる街、銀座の夜から虎が舞い降りる。銀座高級クラブ七重、オーナーママ唐沢七重、新時代の銀座を彩る SNS 戦略で莫大なフォロワー数を獲得。その影響力はまさに夜のバタフライエフェクト。果たして志願者たちは伝説のママまでも酔わせることができるのか。利益が
一月目から49万9千とか出てる、はい、でも今の現在の店舗は利益は年間で350万なんですよね、はい、ちょっと1ヶ月目からそれ以上の利益が出ると踏んでる。オープンケーキといいますか、飲食店だと最初は来られるような形なので、最初の数年間は今のお店よりも売り上げが高いという計算になっております。ワンオペですか？2名ですね。2名体制で運営していきたいと思ってます。2名で人件費18万ぐらいでいけますかね？ランチタイムが2時間から3時間と夜の営業が3時間ほどにはなるんですけど。なるほど、はい、だから2名体制でも18万しかかからないと。はい。へで、今回女性専用の店ってことなんですけど、はい、新しいお店を出すところは、はい、なんか女子大の近くとか OL がいっぱいいるとか、なんかそういうのあるんですか？はい、こちらが手塚山っていう場所なんですけど、大阪でいうと少し高級住宅街といいますか、女性の方が住んでる割合が多いというデータはあるんですが、ただ特別女子大女子校があるっていうわけではないです。なるほど、はい、実はちゃんぽん食べたことなくて、はい、人生で人生ですか？人生で食べたことないんですけど、ちゃんぽん、はい、僕も食べたことなかったです。え、はい、僕も学習塾を運営している中で、はい、オープン1週間前まで食べたことがなかったんです。ちゃんぽんを食べたことがなかった、はい、なのになぜちゃんぽんを始めた？はい、僕が塾長の先輩ですねと連れられていく、よくイタリアンの洋食屋さんがあったんですけど、そちらの方お店がすごい流行ってまして、そちらのオーナーシェフがもともと実家がそういうお店をしてたからすごい流行ってたっていうことを聞いて、ちゃんぽんだったら僕も作れるんじゃないですかっていうやり取りが、まあ、1年ほどありまして、イタリアンだとパスタとか技術が必要なので、まあ、塾運営しててもそれぐらいは作れるよっていう話になりまして、こんだけ流行らしてるお店 のシェフが作られるだったら間違いないのかなと、味見もせず出しました。それは作りやすいからちゃんぽんをやるっていうことですか？緻密なマーケティングからビジネスの最適解を導き出す、グロースハックの若き虎、PG トレーディング代表小林正幸27歳、グループ年商25億、上智大学卒業後に立ち上げた新規事業はわずか1年半で年商10億にまで躍進。レペゼン秋葉原のグロースフリークは志願者たちのいかなる夢を発掘するのか。そのちゃんぽんを食ってめちゃめちゃ魅力的な何かを感じたとかっていう、その方がよく焼肉屋さんいろいろな店を連れて行っていただいたんですが、全て美味しかったっていうのもあったので、そのちゃんぽんっていうと多くの定食屋さんでおまけみたいなようなメニューだったので、イメージですけど、なので食べたことなくて特別思い入れはなかったんですけど、まあ、その方が言う、まあ、美味しいものだということで信じて動いてはいきました。はい、食べてみたいですね、ちゃんぽん。ちなみに作られるちゃんぽんっていうのは、はい、割とごめんなさいね、名前出していいのかな、リンガーハットに近い味ですか？そうですね、きっと同じような味ではありますけど、はい、リンガーハットよりは美味しいと思います。うん、まあ、何はともあれこれは食べないと始まりませんよね。リンガーハットも結構美味しいですよ。ほんとそれより美味しいんですか？そんなはい、前振りがありましたところで、まあ、とりあえずこの飲食はね一旦食べないと何とも言えないと思うので、ちょっと準備していただきましょうか。はい、お願いします。はい、じゃあお願いします。男の提示する事業計画に対し不安を感じるトラ、しかし何はともあれ食べてみなければ始まらない。いざ実食。じゃあお手伝いで奥様が入っていただくので、入ってみます。お願いします。
で普段川田さんがお店で調理してるのと同じパターンなんですよね。同じパターン、はい、はい、これ今は、本来何人前作ってるんですか。1人前です。これ1人前ですよね、はい、こんだけ1人前で野菜が入る、はい、これは今何をやってるんですか。これはタレです、ね、タレ、はい、最後仕上げのスープ入れます。これが豚骨のスープです。これ今火力が弱いからあれですけど、はい、普段だと調理し始めて何分ぐらいで提供できるんですか。ちょ5分ぐらい、5分ぐらい、はい、目安です。はい、完成しました。はい、じゃあ取り分けていきます。はい、はい、美味しい。スープ美味しいですね。なんか麺はもうちょっとプリプリしてた方がいいのかな。美味しいです。なんか魚介も冷凍っぽくなくて美味しいですね。ありがとうございます。これは魚介は冷凍ではない。はい、はい、じゃあいよいよ小林さん、人生初ちゃんぽん、人生初ちゃんぽんいただきます。すごっ、美味しいですね。ありがとうございます。ただ他と比べて美味しいのかが全くわからない。わかんないね、はい、全くわからないですけど僕は美味しいです。単純に食べ物として美味しいですか。はい、美味しいです。美味しいですか。いよいよ、はい、社長の出番でございます。僕まあまあリンガーハット言ってますよ。ほんとこんな美味しいんですか。そんないただきます。美味しい。うん、まあ、スープ美味しいですね。スープ美味しい、うん、スープいいです。はい、自慢のちゃんぽんで虎たちを納得させた志願者、女性専用の店舗である必要性、そして事業にかける思いを伝え、虎たちの心を動かすことができるのか。次回、ビジネスプランの全貌に迫る。虎と志願者を大募集、詳しくは概要欄から。あえて女性専用にするっていうことは、それだけ集客能力がないといけなくて、はい。